イオンモールヨノは埼玉県埼玉市中央区に所在するイオンモール株式会社が運営するモール型ショッピングセンター。ジャスコヨノ店を各店舗とするイオンヨノショッピングセンターとして2004年12月15日に正式に開業した。もともと当地には2002年までに日本ピストンリングのヨノ工場が置かれていたが、同機能を岩手県一ノ関市及び インドネシアに新設するグループ会社の工場へ移転することが決まり、2003年に日商祝いと日本土地建物の特別目的会社である有限会社ネオパス FIS に70億円で売却された。ネオパスがショッピングセンター建物を開発し、イオンリテールへ賃貸させる形で開店。建設中の仮称はイオン埼玉ショッピングセンターであった。なお、 日照祝いが取得した区画は、長谷工コーポレーション志向の大型分譲マンション、ソフィア埼玉新都心が分譲されている。各店舗のジャスコヨノ店は二0 1 1年三月一日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンヨノ店に改称した。二0 1 1年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、 同年11月21日にイオン、ヨノショッピングセンターからイオンモールヨノに名称が変更された。2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターをイオンモールの運営に委託することになったことに伴い同社の管理運営に移行した。イオンヨノ店を各店舗として117店舗のテナントが入居する。出店テナント全店の一覧。 詳細情報は公式サイトフロアガイドを参照。ありがとうございます。